はい、ということですね。今日はなんと妻にですね、ずっと妻が試合前からこれ可愛いなって言ってたですね、ティファニーのネックレスを今日は妻にサプライズでプレントしに柏高島屋に来ております。では行ってみたいと思います。はい、やってまいりました。ティファニーです。行ってみましょう。来てこちら、じゃじゃん、じゃじゃん、買ってきました。果たして今上にいるんですけども、どんなね反応するか、後でどうしよう、ご飯の時間ぐらいにサプライズで渡したいと思います。ではお楽しみ。何？京香さん。はい。撮ってんの？撮ってるよ。なんで？じゃじゃーん。なに？今回も試合支えてくれてありがとう。プレゼントを欲しいって言ってた。ティファニーのスマイルネックレス。そんなの知ってたの？お米も炊けました。ありがとう、ぜひつけてみてください。マジで？ありがとう。絶対忘れてると思った。覚えてますよ。てか種類まで知ってると思わなかった。え、なんか箱2つ入ってるし、何？2つ欲しいって言ってたよ。なんか重ねて、うん、誰だっけ芸能人、米倉涼子は2つつけてた、3つ2つつけてたって言ったから、2つ買いました。ぜひつけてみてください。開けるのもったいない、本当に、マジで。もったいない、もったいない。じゃあ返してこようか。やめて。ヒューヒューヒュー、やば、本物。さあ、どんな感じでしょうか。ヒューも来ました。ヒューも来ました。マジで、あ、ありがとう。ちょっとなんか今出たやろ。絵だけじゃないでしょ。行きます。え、怖い、開けんの。びっくり箱じゃないよね。びっくり箱かもしれない。ね、やだ。早く。どうやって開けんのこれ。こうか。おお、いいじゃない。ねえ、ほら、ヒュー、どうですか、ヒューくん。ずっと欲しかったやつ。ずっと欲しかったんだぜ。もう一個箱があんの。なんかやね、まさかで。もう一個開けてみて。ちょっと待って。あれが1個目でしょ。さあ、2個目です。2つ目。トゥクトゥクトゥン。トゥクトゥクトゥン。まさかあれですか。トゥクトゥクトゥン。いきまーす。あらー。かわいい。超かわいい。やばい。素晴らしいですね。どうでしょう。じゃあぜひね、ちょっと一回つけてみてください。つけます。はい。ごめん。あら、ちょっと曲がってる。いいじゃないの。二個目。ヒューに箱かじられた。二個目。つけれますか。うん、ヒューすごいね。すごいね。大きい方が短いの。大きい方が長。長いのか。いや、どっちでもつけることできる。こっちを長くつけようとして。うん、アームしないよ。うんうんうん、はい。あ、
すごいいいじゃん、出てる、うん、そういう感じの重なっちゃってるけど、ちっちゃい方が短い方が可愛いんじゃん、どうですかね、アムしないよヒーロダメだよ、痛いよ、痛いよ、いやダメよ、ヒュー、ダメ、ダイダ、ヒューガジしたらダメだよ、はい、痛いからね、パパのガジしね、ヒュー、パパの足ガジしていいよ、痛いだ、はい、ほらヒューダメよ、あできた、できてる、どうでしょう、いいんじゃないでしょうか、どうですか、痛い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 、あんぶしない、いいよ、パパのかじりな、はい、ということで、ほら、あーすごいいいじゃん、どうですか、めっちゃ嬉しい、嬉しいですか、うん、こんなサプライズが来ると思ってなかった、あとで鏡見てみましょう、はい、はい、じゃあ視聴者の皆さんに一言いつもご視聴ありがとうございます。皆さんに幸あれ。あら、はい、京香さん、今回もいろいろ支えてくれてありがとう。こちらこそありがとうございました。はい。